どうもこんにちは、もやしです。今回は初めてのコラボを使い、すっさんさんともとかんなさん、カフェオレモンさんと一緒に三国ヶ丘帝国を観光していきます。それでは、三人さんの紹介に入ります。一人目はカフェオレモンさん、学研と支店の長尾駅を拠点としています。二人目はすっさんさん、三和線と南海、高野線の三国ヶ丘駅を拠点としています。三人目はもとかんなさん、三和線の野津駅を拠点としています。ということで改めてこの3人さんと一緒に三国ヶ丘帝国を観光していきます。では次に三国ヶ丘帝国の説明に。ちょっと待て、お前この3人方のチャンネル登録者数見せてみろ。なんでかわからんけど、はい。で、お前は何人だ？うん、やっぱり豪華すぎるね。そんな中お前はいていいのか？いいんじゃないかな。いや、よくねえだろ。そんなこと置いといて、早く、三国ヶ丘帝国の説明してよ。尺のためにはもう少し喋ってた方がいいだろうけど。まあ、いいか。それでは、今回の舞台、三国ヶ丘帝国は大阪府堺市にある、すごく栄えている町。JR、阪和線と南海、高野線の三国ヶ丘駅を中心とするこの町は、鉄、川、地、泉の三つの国の境にある丘ということから、三国ヶ丘と名付けられた。今回の解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。止まるんじゃねえぞ。改めましてどうもこんにちは、もやしです。マリサだぜ。ここは三国ヶ丘駅です。皆さんわかりましたか？もちろんさ。ここでお知らせが2つあります。1つ目は、交通費を減らすために自転車で来ました。2つ目はカフェオレモンさんが帰国しました。理由は後ほど解説するぜ。まずはすっさんさんと元パンダさんに合流するために石雲町踏切に向かいます。はい、到着しました。石雲町踏切です。ここで数枚写真を撮りましたが、設定を間違えてブレてしまいました。その写真をご覧ください。ある程度撮ったので農心三国ヶ丘店に来ました。開店前なのでしばらく待っていると、カフェオレモンさんが堺市まで来ていることが分かったので改札に向かいました。そして今はとある場所に着くところです。とある場所って？三国ヶ丘駅の屋上にある三国広場です。一面緑だな。こちらが世界遺産大仙古墳です。小さな山みたいだな。そしてこれは南海高野線だな。そうだね、これが三和線だね。ところでなんで三国広場ができたんだ？三国広場とは展望デッキ、大仙古墳眺望デッキ、トレインビューなどがある屋上公園だぜ。クールスポット整備のために作られたこの公園は、長さ28メートル、ノズル56個からなるミストや、一面に広がる芝生などの植物の水分を使い温度を下げているんだぜ。三国広場の解説はこの辺にして、次はお待ちかね、カフェオレモンさんが帰国した理由の解説に移るぜ。まず自販機で5000円を使い、格安切符を買いました。すると、4000円近くある、お釣りが返ってきませんでした。これでは三国ヶ丘には行けません。なので、自販機を保有する事務所に問い合わせようとしました。そしたら、10時からしか対応していません。集合時間は9時です。以上で帰国した理由でした。そしてこちらが返ってきたお釣りです。この後はモズ駅に行ってカフェオレモンさんが自転車を借りて漫才に行って、いちごミルクを買ってそこにあるゲーセンで遊んでから帰りました。雑だな、というかこれはなんだ？これはプリキュアでテンションが上がってる。うつぬしこと僕だよ。なんかきねえ。こんなの見たくないから早く終わらそう。まあ、ご視聴ありがとうございました。